こんばんは。はい、今日は2019年7月13日土曜日です。さて今日はどうしようかね。暇なので、で、お話しするネタも特にないので、ないことはないけど、うん <laughs> えー、私にとってはあんまどうでもいいことなんだけど、なんかツイッターね、ツイッター一応いつも書いてるけど、ね、ライブ配信の告知とかに使ってるけど、そのツイッターでなんか今日は10周年ですよっていうね、お知らせが来てたので、まあそういうことならってことでツイートしてあげましたが、 えー、ツイッターを始めたというね、そういうことだよね、うん。私にとってのツイッターの誕生日が今日です。で、それ10年目。10周年というね、そういうことです。うん、まあ、そう考えると随分やってるなっていうふうには思うけど、まあそんな、まあ10年、そうね。例えば今、私のアバターね、セカンドライフのアバター。 じゃないやえー、っと、プロフィール、はい。これがセカンドライフのプロフィールなんだけど、これで見えるかなぴったりだね。<laughs> で、これスクロールしていくと、えーはい、ここにセカンドライフ。 生年月日、エイプリル、20 28ィ、ツインじゃあじゃあ、2008、な何て呼ぶんだこれ、ツイン2008年の4月20日に、セカンドライフのアカウントを作ったというね、そういう記録です。なので、 セカンドライフの方がツイッターよりも1年早く始めてたことになるんだよね。もうすでに11年経ってますね。セカンドライフは。ツイッターは10年と。うん、ええもういろいろ長いことやってますよ。で、ブログ、ブログねえ。多分私が一番最初に書いたブログは、マイクロソフトの Windows ライブ というか、まあ、MSN MS ブログだったっけ,なんだっけ <laughs> 一番最初はなんかね、まあ、とりあえずマイクロソフトのブログを書き始めたような気がするんだけど、2006年ぐらいなんだよね、確か。2006年ぐらい。うん、その頃やっと、要はそのブログっていうものが流行り出したってことかな。<laughs> うん 2006年頃。私はさらにその10年前 ?10 年前じゃないか。10年、まあ10年ぐらい前か。私がインターネット始めたのが1997年の、まあ、6月ぐらいかな。5月か6月ぐらいだと思うんだけど、パソコン買ったのが5月ぐらいかな。<laughs> でインターネット接続するして、ま なんだ使えるようになったのは5月から6月ぐらいだと思うけど、その,その頃はまあ普通にホームページを作るってこと自体がトレンド、流行りだよね。一番シンプルなねホームページ。ホームページって言っても,もう今何がホームページかっていうその定義がちょっと 昔と違うかもしれないけど、まあ、そうね、普通にテキストエディターで作れるような簡単なホームページです。私はその当時一番最初何で作ったかというと、そのパソコンに最初から入ってたやつかな。マイクロソフトのワードね、ワープロ、ワープロソフト、ウィンド、あワード95かな。うん、多分ワード95とかに。 いうやつの、なんかインターネットアシスタントじゃなくて、なんか、えー、ホームホホ、ホームページ作るためのなんかプラグインみたいなのがあって、それを入れて、入れてたから最初から入ってたんだが、とにかく、その当時はワードでホームページが作れるっていうのはすごく画期的だったわけだよね。で、そのワードでホームページを作って、えー 最初に公開したと思います。確か、確かそうだと思う。ね、最初はワープロで作ってた。ワードで。<laughs> で、えー、まあ、すぐにアウトック、じゃん、フロントページエクスプレスっていうね、フロントページっていうのは、マイクロソフトのね、ホームページ作成ソフトなんだけど、その無料版のフロントページエクスプレスっていうので作って、まあ、要はその当時ね、そういう風に、自分でホームページ作るのが流行ってたわけだよね。 ホームページビルダーとか、ね。ホームページビルダー使ってましたなんて人は結構多いよね。ワ、うんえード、ね、で、ワープロソフトで作ってましたとか、そういう専用のソフトなんかも使わずにメモ帳で、ね、全部自分で手打ちで <laughs> 入力して作ってたっていう人も多かったと思うし、私は最初そういうことやらなかったんでね。うん、なんとかして、その、ワープロ 的なもので作りたいいっていうね最,最初からそういうやり方でやったからね。まあ、とにかくそういう感じで、ホームページを作って公開すると。ブログなんてものはなかったので、ね、ホームページに日記を書いて、自分でね、日記のページを作って、日記を公開するとかね、うん。そういうことをみんなやってたわけだよねで。私の場合も最初からアポロのタロット占いっていう今のホームページ、そのも今やってるものとほとんど同じものを作って。 で,公開しましたでね日記じゃないけれどあの占いとかねオカルト系の,その、まあ、占い系のねエピソード集みたいなものとしてタロットファイルズというね、えー、コーナーを作ったんでね今も今ももちろんありますタロットファイルズっていうコーナーがあってねなんでそんなタイトルにしたかっていうのはその当時流行ってたあその当時まだ日本では流行ってないかもしれないけど 日本にやっと来たばっころかな。X-Files っていうね、あのー、人気のドラマがあったよね。私、アメリカから帰国したばっかりだから、アメリカにいた頃はその X-Files っていうのをよく見てたんだよね。で、多分日本に来たばっかりの頃、帰ってきたばっかりの頃、1997年ね。その頃はまだ X-Files 日本ではそんなに知名度高くなかったんじゃないかな。うん。流行り始めたぐらいかな。よくわかんないけど。 それで、そのタイトルをもじって、X ファイルじゃなくて、タロットファイルズの T ファイルズっていうようなね、そういうイメージで、タロットファイルズっていう、ね、タイトルをつけたんだよね、うん。それで、まあちょっとね、そのオカルト的な、うん、雰囲気の、えー、文章、書き方ね。書き方で、えー、まあ、ブログ、ね、ブログは当時なかったけど、 自分のサイトでホームページ、ブログみたいなものを作って、えー、記事を公開してました。まあ、ニュース記事みたいなものだよね。うん。それが、その当時、まあ、私が最初にやった、まあ、なんだろう、まあ、そういうホームページの、っていうか、<laughs> まあさ、なんだろうね、その当時流行ってたことでもあるけど、まあ、そういう、うん、インターネットの使い方、ホームページの使い方。 本当にもうその当時はブログすらなかったと。うん、割と初期の段階、早い段階で、まあ、ブログやなんかよりも、実は LINE のようなね、メッセージングアプリみたいなものは結構早い段階で普及してたんだよね。うん、いろんなのがあって ICQ、ICQ IC が一番その当時はメジャーっていうかい一般的、まあ、有名だったかもしれない。ICQ とかネットミーティングとかね。で もうしばらくしてやっと出てきたのが Windows Messenger とかね。そういうネットミーティングの後継として MSN Messenger とか Windows Messenger みたいなもの。もう今で言う LINE に近いものがやっと出てきたんだけどね。まあそれ以前はネットミーティングみたいなものとか ICQ みたいなもの。 まあそういったものチャットをするっていうのは、まあ、インターネットの使い方としてはあったよね。ブログではないけれど。LINE みたいなものはすでにあったと。で、えー、2000年過ぎてからだよね。2000年過ぎてもまだ、まだブログなんてものはそんなに出てこないよね。まだ、まだやっと2000年前後でやっと2チャンネルっていう掲示板。<laughs> 2チャンネルという掲示板が流行りだしたんだよねだからそれ以前はもちろん掲示板はあって私のサイトにも伝言板をねいわもう自分のサイトにそういう伝言板掲示板みたいなものを設置してコミュニケーションを取るっていうのは主流だったけど2チャンネル流行り始めるくらいからそういう掲示板サイト巨大掲示板サイトが普及しだして。 普及というよりも2チャンネルがもうね、一番まあ勢力、時代勢力だったのかもしれないけど。まあでもその2チャ、2チャンネルも始まったばかりの頃はものすごいアングラ <laughs> アンダーグラウンドの世界で、うん、本当にもうなんだろうね、コアな人たちばっかりで、私は利用してなかった。な、利用してなかったけどなんで2チャンネルのことを知ってるかっていうと、 二チャンネルから私のサイトに来ていろいろする人がいたからね <laughs>。うん。要は、なんかそう、二チャンネルとかで話題になって、私のサイトに来て、まあ、荒らしてやろうっていうね、嫌がらせしてやろうとか、そういう人が結構たくさん来てたから、それで、あ、二チャンネルっていうサイトがあるのかと <laughs>。それで知ったけど、そんなにでも私自身は二チャンネル行くことはなかったよね。うん。そんな、 うん、そういうもんがあるのかと。<laughs> そういうのは知ってたけど、そんなにはいかなかったような気がする。まあ、ね、ともかくその当時2000年ぐらいまでまだブログすらなくて、掲示板とかで、掲示板やチャットとかでコミュニケーションするのが普通だったかなという感じだよね。で、その後数年、まあそのす、 2000年から2、3年、3、4年ぐらいの間、私、インターネットから離れてたので、実はその間、どういう変遷というかね、どういう、まあ、変化があったのか私よく知らないけど、2004年ぐらいからまたインターネットに入り始めて、で、2004年、5年ぐらいまではまだ、そうね、まあ、ブログは流行り始めてたのかな。 ブログはや、結構たくさんの人がやるようになってて、それでやっと私は2006年ぐらいに、ちょっと遅れるぐらいな感じで周りに合わせるようにブログ始めたのかな。別にそんな、ね、流行に乗って、ね、自分、周りがやってるから自分もやろうって感じじゃなくて、うん、なんとなくそれも浸透してきてやるのは当たり前ぐらいになってきたからや、始めたぐらいな感じかな。で、 そんなに別に私はブログってものはまあ要は自分でホームページ持ってたからねそんなに必要なもんだと思ってなかったわけよもうねなんか日記的なことを書きたければ自分のサイトにねタロットファイルズっていうのあるしねタロットファイルズとかタロット占い講座とかねそういうコンテンツをきちんと自分で作ってたからブログでわざわざそんなねこと書く必要ないと思ってたんでね要は ホームページやってたことをブログっていう便利なもので置き換えたに過ぎないんだろうなとね。でかえって複雑化してるだけで分かりづらくなるだけじゃないのみたいな、ね、思ってたんでね。で、まあ、周りの人もやってるし、じゃあどんなもんかなとちょっと手を触れてみようという感じでブログを、まあ、始めようと思ってないけど、たまたまそのマイクロソフト、たまたまじゃないかな。なんだろうな。うん たまたまかな。マイクロソフトがブログをやるっていう、マイクロソフトでブログが作れるっていう、なんかそういうのを知って、じゃあやってみようかと思ったっていう感じかな。いや、Windows のパソコン使ってたから、当然マイクロソフトには親しみがあるし、えーまあ、昔からもマイクロソフトのワードとかも使ってるしね。 うん、というかソフトウェア、マイクロソフトのソフトウェアばっかりだらね。メールソフトもアウトロックエクスプレスだし、ホームページ作成ソフトもフロントページエクスプレスだし、ね、<laughs> チャットのソフトもネットミーティングっていうね、ネットミーティングとか、MSN メッセンジャーとかね、Windows メッセンジャーみたいなやつをずっと使ってるから、マイクロソフトのアカウント マ自体はずっと持ってたのかな確かね。多分んね。まあ、よくわかんない。その辺覚えてないけど。で、そのマイクロソフトがブログやるっていうのは、まあ、なんだろう。割とこう、利用者も多いだろうし、標準的な機能にもなるだろうし、やってみてもいいかなと。うん。ね。なんか、 どこの、なんか名前もよく知らないよね。どこのなんだかよくわからないような、そういうところのブログを使えるよりは、とりあえず名前を知ってるね、マイクロソフトのブログを使った方がいいかなっていうね、ちょっとした安心感みたいなものもあって始めたと思うんだよね。ところが、その選択はそんなにいい選択肢ではなくて、マイクロソフトは、まあその当時普通に流行ってたブログとは全く違うブログをや,やりやがったんだよね。 マイなんかね、そうか。MSN スペース ?Windows スペースなんか、なんとかスペースっていう名前で、ブログっていう言葉をスペースっていう言葉で置き換えたんだよね。マイクロソフトの趣旨としては、おそらくテキストのブログというのみっていう、そういうことではなくて、写真とかね、えー、なんかそういういろんなコンテンツも全部 ひっくるめてススススペペーー自分のスペースみたいなね多分、その当時、マイスペースだから、そういう SNS が流行り始めた、流行ってはいないけど、SNS が出始めた時代のね、頃で、で、マイクロソフトもそれにあやかって、ブログサイトなんだけれど、ブログのみにとどまらず、まあ、そのブログベースとして SN、SNS 的なものを作りたくて、 マイクロソフトスペースみたいなね、ものを、そういうサービスをね、提供し始めたんだよね。で、まぁ、とりあえずブログができるならってことで、そのなんとかスペースっていうのを使い始めて、そこでブログを書き始めたわけだよね。うん。まあ、その、まあ、それが今の、まだ名残として残ってるのが、ワンドライブとかね、アウトロック アウトロックメールとか今のマイクロソフトのオンラインサービスの走りがそこにあったわけだよね後に Windows Live Space とか名前がどんどん変わっててね Windows Live とかいうのに変わって今はアウトロックになってんだけどアウトロックって昔からあるけどね最,最終的にウェブサービスの総称としてアウトロックみたいな感じに今落ち着いてるけどそこにたどり着く一番最初が なんちゃらかんちゃらスペースだったんだよね。要はそのブログ。ブログが走りだったわけだよね。SNS としての。うん、そう。SNS 的な機能があるから、要はそこでいろんなこうお友達とつながることができるわけだよね。友達になることができたわけだよね。ツイッターのフォロワーみたいなね。うん、それで、 たくさん友達をこう集めたりして <laughs>、なんかね、友達になると顔写真が自分のね、そのスペースに乗るみたいな、そういう機能があったりしてね。友達がたくさんいるともう何十何百っていたりしてね。うん、<laughs> で、えー、まあそこにブログがあったと。で、そこで始めたブログ、 が、要は普通のブログじゃないからすごく複雑というか、機能、高機能というかね、なんか、なんだろうね、リッチな感じ、うん、まあ、独自な、なんか機能というかね、マイクロソフトらしい、うん、<laughs> なんか独自の雰囲気のそのブログをね、作ったんだけど、うん、カスタマイズがなんかすごく自由にできるっていう感じのブログ。 まあそれも長続きしなくて、あの結局マイクロソフトはそのブログのサービスをやめちゃってね。まあただやめただけじゃなくて、一応引っ越し先をね、提供してくれて、自動的にね、全部移動はしてくれたんだよね。それが今も残ってるんだけど、ワードプレスっていうサイトに移動したんだよね。だからワードプレスの方に私のブログが、昔のね、ブログ、そのまま移動してるけどね。ただ私も、 その当時からすでに縦書きのブログを作ってたんだよね。マイクロソフトのそのスペースで。ただ、ワードプレスに移動すると、その縦書きのやつが使えなくなっちゃうから、せっかく縦書きで書いたやつも全部横書きになっちゃったわけですね。レイアウトが崩れまくって、元々のブログがちゃんと見れなくなってしまったっていうね、そういう問題があったけどね。まあ、うん そもそもその当時ちゃんと縦書きができたってこと自体すごかったんだけどね。マイクロソフトのスペースはね。<laughs> うん、まあそんなブログをやってて、それが2006年ぐらいだから、うん、まあ S、いわ私にとっては SNS はそこら辺から始まってるってことだよね。うん、それも私の インターネットのね、歴史からすれば、10年ぐらい経ってやっとそこにたどり着いたって感じだもんね。最初は1997年だからね。そんで、えー、マイクロソフトのブログやって、意外と早い段階でセカンドライフ、ね、2008年だからね。そのマイクロソフトのブログにも、セカンドライフ始めたよっていう記事がね、すでに掲載されていたり、 するんだよね、うん、で、セカンドライフやって、で、ツイッターをやる前だよね。多分そのツイッターが出始めた頃に、似たようなサービスが他にもいろいろあったんだよね。国産の、なん,なんだろうね。なもう今サービス終了しちゃったけど、忘れちゃったけどね。なんか、ツイッターみたいなやつがあったりね。うん 結構その当時は人気があったりして日本人の間ではね、うん、もう非常に日本人の村社会的な <laughs> 日本人らしいそのツイッターみたいなやつですごく村社会的な雰囲気があってね仲間意識が強いというかで逆にその気に入らない人は、えーね、すぐにブロックするようなねブロックっていうか弾き飛ばすような、うん、なんかそういう非常にいやらしい村社会的なね 村八部とかそういうのがありそうだね。そういう、うん。えー、なんていうの、ね、?SNS っていうかその、ツイッター的なもの、つぶやきアプリみたいなものがあったんだよね。えー、私もそれを少しはやったような、やってたんだけど、うん、その後だよね。多分ツイッターを始めたのはね。で、ツイッター始めたのが200、2009 9年頃まあ今から10年前ってことなんだろうね記録としては。<laughs> うんうん、でツイッターの方がまあ外国発だからねそ日本の日本人的なそ発想ではないからすごく何て言うかドライな感じというかね、うん、そのネチネチした感じがなかったわけだよね。 もともとツイッターはその気軽につぶやくっていうコンセプトのね SNS だからね、うん、そういうネチネチさがなかったのでこっちの方が逆に居心地が良かったとまあそんなツイッターもだん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 こう複雑化というかなんていうかね人気が出てきてネチネチ感満載になってしまいましたが <laughs> まあ、あんまり居心地のいいところじゃなくなったと思うけどね、ツイッターをね、うんー。まあ、それも10年と。で、そ,そ,そういうもののは行りの後で、あ,あそ,その前にミクシーとかがあったのかな。ミクシーがめちゃめちゃ流行った時期は私やってなかったんだよね、ミクシーはね。 ミクシーってものすらよくわからなくて、周りの人も特にやってなかったので、まあ、やってたかな、誘われたり仕掛けたけど、興味ないって言ってね、受けなかったりとか <laughs>、誘わないでくれみたいな感じでね、えー、やってたけどだから、ミクシーも完全にもうオアコンと化したぐらいの頃にやっと、 アカウント登録したみたいね。だから、私が始めた頃にはもう誰もミクシーやってないみたいな。<laughs> 世間では誰も話題しなくなった頃にやっと始めたっていう感じだよね。忘れた頃に始めた。世間的にはもっと早い段階でミクシーは流行ってたのがあって、で、ツイッターとかが流行って、で、その後に何が流行ってきたんだツイッターがあって、 フェイスブックってのはじわじわだよね。外国では、まあ、一気に来たのかもしれないけど、日本ではすごくじわじわと来て、そんなに、まあ、流行りもせず、廃れもせずみたいなね、そんな感じでじわじわとツイ、フェイスブックはあるけど、うん、まあ、だんだんそういうのが出てくると、そのツイッター的なものではなくて、フェイスブック的なコアな SNS SN だよね。 SNS っていうもの自体は流行り出すんだよね。ブログとは違うと。うん、ブログも SNS の一種だなんだろうけど、うん、SNS という新しいジャンルが出てきてそ、なんだそれっていう感じになってくんだよね、うん。まあ、ミクシーもそういったものの一つではあるんだけど、というか代表格ではあるんだけどね。うん ミクシィはクローズドだったのに、Facebook はオープンなものだよね。なんか、まあいろんなタイプがあるけど、うん、SNS ってもまあいろいろ出たり消えたりで、まあ今のネットの中心的な存在になっていくわけだよね。うん、で、その中でさらに、えー、LINE ってものは急に出てきてねで。急に爆発的に広まってみんな使うようになったと。 ラインみたいなものは昔からもちろんね、本当に一番最初からあるんだよね。ICQ っていうのはね。それみたい、ICQ みたいなもの、ネットミーティングみたいなもの、Windows メッセンジャーみたいなもの。一番最初からあるんだけど、インターネットのね。それが、まあ、一回り二回りして、ね、一順二順して、やっとまたね、出てきたラインが、 爆発的に普及したとあ、そうか、その前の段階で、携帯電話でインターネットができるっていう時代が入るんだ。<laughs> うん、携帯ネット、ね、i モードだよね。i モードの普及、ね、人気、爆発的な人気。ね、えー。で、メールができるようになって、携帯でね。まだ当時はけ携帯でメールすらできなかったわけだよね。でもメールできるようになって、社名。 っていう、ね、言葉が出て、写メを送り合うと。で、ホームページ、ね、i モード、イモードのホームページを見るとかね。で、まあそういうのがあって、またインターネットの使い方が、ね、変わってきて。で、そういう、もともとはだからコミュニケーションの主体は、携帯のメールでやり取りするのが一番多かったわけだけど、 それが LINE にとって変わったってことだよね。LINE のようなものは以前からあったけど、それは一般にはそれほど普及はしていなかった。インターネットそのものはそんな普及してなかったからね。ただ、携帯でインターネットできるようになって、インターネットが急に普及しだすと、まず最初に使うよう、使われるようになったのが、携帯のメールだよね。 みんなメールを使ってやり取りをするようになったと。ね。えー、それこそ昔のガラケーね。天気でね、親指でポチポチとね、高速でメール打って送り、送り合うみたいな。そういうことが流行ってたわけだよね。で、その後で LINE が出てきて、携帯メールを駆逐していくわけだよね。携帯メールの代わりに LINE が使われるようになって、コミュニケーションの 中心がそういうものに変わっていったってことだよね。うん、か昔からあるけれども、携帯メールの代わりということで LINE がそれにとって変わって新しいものとして出てきたわけだよね。で、今はもうみんな LINE にもだいぶ飽きてきちゃったので <laughs>、インスタグラムとか、ね、なんかそういうものを使うと。まあ LINE はでも結局使ってるかなみんなね。どうなんだろうね。 他に LINE 以外で何を使ってますかっていうのはないもんね。ないわけじゃないけど、まあこの前、前回も言ったけど、Facebook のメッセンジャーとかね。うん、まあ、国外で流行ってるのはいろいろあるかね。h a t s a p とかね、うん。だけど日本国内で言ったら LINE に変わるものはまだそんなにないよね。うん もうメールアドレスすらもうわからないっていうね。メールでやりとりなんか全くしなくなってしまったみたいな、そういう人は増えてるみたいだし。うん、とりあえず LINE でつながるのはもう常識っていう感じかな。だから、本当に LINE 以外で何を使ってんのみんな。使ってないよね。うん、ね。うん 前回その、その件については結構話したけどね。バイバーとか Instagram とか、<laughs> スカイプとかね。うんあまあ、スカイプは一時期ね、結構メジャーにはなってたんだけど、今はもう誰も使わなくなったよね。誰もってわけじゃないけど、非常につく使ってる人は少ない。結局、LINE さえあればもう困らないってことになっちゃったわけだからね。LINE で全部済むっていうね。 スカイプでできることは LINE で全部できるし、バイバーでできることは LINE で全部できるし、うん、友達は LINE にしかいないし、で最近はもう LINE で、ね、お買い物もできちゃうわけだよね、l i n e イとか言ってね。うん、もう完全にプラットフォームとして確立してるから、LINE さえあればもうね、他は何もいらないって感じになってるよね。うん、Facebook? なんかどうでもいいって感じだよね何に使うのって感じだよね。<laughs> よくよく考えたら Facebook なんか誰も使ってないでしょ。うん、Facebook が出てきた頃から Facebook って何だっていう感じだと思うけどね。私も、未だに Facebook の存在意義はよくわかってないんだけどね。何がいいのかよくわかんないんだけど、<laughs> 利用者はやたらと多いのに、まあ海外の方でね。でも何な,なんだろうって感じだよね。うん まあもちろん、いろいろある SNS の一つに過ぎないわけだけどね。うん、日本ではイマイチかな、うん。なんかつぶやきたければもうツイッターを使うし、LINE、ラインでそういうことやってる人いるのかな。一応 LINE にもタイムラインとか、最近ストーリーズみたいな、ね、そういう機能ついたよね、新しいね。 インスタグラムとかでもできるようなことができてきてるし、もう LINE で何でもかんでもできちゃうんだよね。そんなに SNS 的な要素は LINE には強くなかったけど、少しずつそういうのもまた出てきてるし、スカイプは SNS は諦めたんだよね。一時スカイプでもタイムライン的なものはできてたけど、もうその機能はなくなってね。電話、電話っていうかまあ、 チャットとか電話するためのアプリに落ち着いちゃってな感じだよね。だからまあ、そんなにも人気がなくなってきたのかもしれないと思うんだけど。うん、結局一極集中でみんな LINE 使ってて、その状態はいまだに変わってないような気がするね。どうもね。うん、はい。ということで、まあ、 ツイッター10周年に当たってってことで今話をしてるんだけど <laughs>、えー。まあ、その行き着く先に私今日何が言いたかったかというと、一つちょっとしたまあニュースがありまして、ツイッターにも書いたけどね。えー、まあ、まあ、まあ、どうね <laughs>、えー。あまりこうお客さんのことを話すのはあれだけど、えー ツイッターは10年だけど、もう20年以上前に一度だけ占ったお客さんからね、今日たまたま、本当に今日だよ。今日ね、たまたまその人からメールが来た、来,来たというかね、来たんだよね、うん。で、まあそれも20年前に占ってもらいましたみたいな、そういう切り口ではなくて、私がまだアポロという名前で占いを始める前にね、 アメリカ留学していた時期に2年間ぐらい留学してたんだけどねその留学している時に占い師の仕事を始めたんだよねアポロじゃなくてイモチャというのはもうそのちょっと恥ずかしいけどねそういう名前、うん、で、えー、タロット占い師を始めたんだよねアメリカに住んでる頃から、うん、イモチャっていうのは私の子供の頃の あだ名なんだけど。<laughs> あんまりいい、いい意味でのあだ名じゃないけどね、うん <laughs> えー。まあ、田舎者みたいなね、意味の芋だよね。芋。芋野郎みたいなね。<laughs> 田舎者みたいなものの芋茶。ね、でもまあ、それ、まあ自分で気に入ってるあだ名だったので、それで、ね。まあ、アメリカ人には意味わかんねえだろうって感じで <laughs> 占い師の名前はそれでやってたわけだよね、えー。で、まあ、対象はアメリカ人ってわけじゃなくて、実は、アメリカ・ロサンゼルスの、私が住んでた近,近辺の日本人コミュニティ、ね、そこに住んでるたくさんのね、日本人とか日系人の人たち、日本語をしゃべれる人たちに向けての占い。だから、日本人がよく行くようなお店に広告を出したりとかね、 日本人向けの、なんかそういう雑誌じゃない、雑誌だったかな。なんか、フリーペーパー的なものに広告を載せたりもしたような、してないような <laughs>。あちこちでちょっと広告は出してたと思うんだよね。で、それで広告を見て、えー、依頼してくる人がね、多分ぼちぼちといたはずなんだよね。電話占いとか対面占いとかね、えー、やってました。 対面とかも自宅でやるというよりも、どっちかっていうと出張占いが多かったりしてね。うん。人ん家に行ったりして <laughs>、やるような占いをね。うん。その当時はやってました。だから、私にとってのデビューはちゃんとしたね、対面の占いなんだよね。対面とか電話の占いが占い師としてのデビュー。今はネット専業だけどね。まあ、その当時は、まあ一応プロの意識は持ってやってたけど、 始めたばかりだわねあの、占いの修行、修行期間みたいなもんだけどね、その期間に、実はアメリカでね、えー、一回私に電話して占ってもらったっていう人が、えー、いた、いたわけで、その人が今日メールをくれたっていうかね、まあ、最初は私とその当時のね、イモチャって占い師が一致してなかったので、えー、アメリカで、 占いやってましたかみたいなメールが来たんだけどね。で、えーまあ、やってましたよ。多分ね、その占い師間違いありませんよっていう返事をしたら、実はその当時占ってもらいましたっていうようなことを、うん、まあ返事をもらったわけです。えー、<laughs> まあそんなやりりが今日たまたまあったっていうね。うん、だから私がアメリカにいたのが、だから、 さっき言った、1997年にインターネットを始めたんだけど、それ以前なので、えー、95年とか96年ぐらいに始めたんだよね、うん。で、占ったのもおそらくそのぐらい、96年前後、1996年ね、その前後で、えー、占いをしているはずです。だから もう23年、22、23年前、23年、3、4年前 <laughs>、うん、それぐらい前の、前に一度だけ電話で話したことがある人が今日たまたまメールをくれたと。うんね、その後一度も交流はないので当然。ね。<laughs> ね、その当時の、 イモチャって占い師とアポロって占い師が同一人物だってことも分かんなかったわけだからね。で、その人は数年前からまあ私のことは知ってたんでねアポロって占い師のことは知ってたけど昔占ってもらったイモチャって占い師と同じ人物だってことは気づいてなかったみたいなんだけどね。たまたままあなんかでねイモチャっていうところを見て、えー、もしやと思ってメールをくれたみたいだけどね。 あの私のホームページの URL の一部にね、アルファベットで IMOCHAIMOCHA って書いてあるんだけど、これは私のユーザーネームなんだけどね。えー、もう帰国したての頃に作ったホームページだから、まあ、その時、その当時使ってた、まあ、自分の名前っていうかユーザーネをユーザーネームとして登録したので、そういう URL になっちゃったんだけど、<laughs> アポロっていう URL じゃなくて、イモチャっていう URL が残っちゃってるんだけどねそ。まあ、残っちゃってるっていうのもむしろ、まあそういう人たちに気づいてもらいたかったっていうのもあって、そのユーザーネームを使ってたっていうのもあるんだよね。だから、まあ、まんまとね、気づいてもらえたというね、<laughs> えー、目論ろみ通りっていう感じではあるんだけど、昔の人にも、こうね、気づいてもらえる。 たらいいなってい思いでそういうユーザーにも使ってるわけだけどね。うん、で、まあ、実際その20数年前のお客さんも、まあ、連絡してくることがあるんだなと、うん。ね。まあ、この前、メーリングリストもね、20年やってるっていう話をしたけどね。うん。で、20年前のメールアドレスはもう使えない。 ことはほとんどでね。その当時のメールアドレスでそのまま使う、メールのやり取りができる人なんていないだろうなんてね、そういう話もしたけどね。実は私、その当時のメールアドレスは使えるんだよね。まあ、ドメインがもしかしたらちょっと変わってるかもしれない。co.jp が ne.jp に変わってたりとか。どっちが、どっちがどっちだか忘れちゃったけど。<laughs> まあでも、ユーザーネームはそのままで、クリ、クリオネットのね、ドメインのメールアドレスが、 使えたりするんだけど、ねうん、まあそれは、まあその 20, 20年ぐらい前のお客さんが今でもね、その当時のメールアドレス万が一メール送ってくることがあったらそれでもね、まだ受信できるようにってことで使えるようにはしてるんだけどね。それ以前の、さらにそれ以前のね、メールでやりとりすらしたことがない人からのメールだからね、もうこれはもうびっくりだよね。<laughs> まあね。 長いこと生きてれば、それは誰だってもそういうことはあると思うけどね。うん、占い師歴っていう意味で言うなら、私より長い人なんていくらでもいるわけだからね。私はもう二十数年の占い師歴だけど、ね、三十年、四十年と占いのお仕事やってる人は当然いるわけだから、まあそういう人からすれば、二十年前、三十年前のお客さんが未だに、ね、ついてくれてるなんてね、そういう人ももちろんいるだろうけどね。うん、まあ、 なので、そんな特別なことでもないけれど、長いことこういうことやってると、たまにはこういうこともあるんだなと。うん、そういうことです。<laughs> で、ね、そういうことを思うと、ツイッターの10年なんて、たかがつい最近の話じゃないか、みたいなね。そういうような皮肉をちょこっとツイッターの方でつぶやいておりますと。そういうことです。ね。ということで、 今日はそんなことをお話ししてみました。別にそのは、私にとってはどうでもいいことなので、えー、そんなことは別に話す予定でもなかったけどね。ゲームでもやろうかと思ってたけど、気がついたら1時間経っちゃいましたね。そんなこんなで、時間はどんどん過ぎていって、気がついたら5年、10年経ってるわけだよね <laughs>、うん。いつの間にか時間は経ってる。そういうもんです。 はでは今日はここへ。